手に持っちゃった。それじゃあそれは今から君のものだね。金の玉ゲットだぜ。やだ、ハゲの金の玉。こんなポケットモンスターは嫌だ。積みましたね私はどうすればいいんでしょうか。何かお嬢ちゃん知らない？暑いトレーナーさんも暑くないトレーナーさんもお父さんの店寄ってって寄ってったよ。ありがとうね。そう、水タイプのポケモンが必要なのに釣り竿持ってないし、波乗りのねやつ誰も覚えないしで困ってんの。もう誰でもいいからポケモンを捕まえたいって感じなんだけど、なかなか出てくれない。だから今いろんなところでポケモン探してます。私の記憶だと、なんだっけ、スボミーじゃなくて、あれがワンチャン水タイプ持ってんじゃないかなって。アメ玉とか。アメ玉、心、安らぐ香りにあなたも誘われたので誘われてないでーす。宗教魔界だな、なんか。では行きましょう。楽しかった。私の香りに惑わされませんでしたね。宗教には惑わされないよ。嘘です。一回池袋で勧誘に会ったことがあります。LINE登録させられて、即逃げました。懐かしい。またバトルか。ロゼリアってどうしてさ、経験値多めなんだろうね。嬉しいんだけどね。私たちは二人で一緒に戦うのよ。私はクミ、こっちも妹のルミ。二人で一緒に戦うのよ。そうですか。子供たちがなんでこんな深夜に出まっとんね。行きましょう。惜しかった。負けちゃったよ。よし、どんどん行きましょう。そう、最初ら辺のあの、10日とかそっち系だったんだよね。めっちゃ変な人たちいっぱい多いんや。あ、嘘ここも水なの？マジ？マジ？だって釣りしたらバトルになるでしょ？だよね。釣りだから始まってイライラする。この本屋ってなんで釣り人みんなイライラしてんの釣りが下手くそなのか。じゃ行きましょう。よしかった。負けた、余計にイライラしてくる。そんなこと言われても。イライラする人大っ嫌い。どんどん行きましょう。おお、ぶねぶね。あれ、この人、今大丈夫だったよね。なんか知らないですか？これ海を渡っていけば、ことき玉まで近道できるぞ。いや、そうなんだけどさ。そのポケモンをどうすればいいのかってことなの。やばいぞ。本当にどうすればいいんだろう。冗談抜きで。頭なんかぐるぐる回してるんだけど、こっち側来てから、水系のポケモン合ってないよね。まずいぞ。本当にまずい。ワンチャン遭遇してないかな。今の鳴き声違うよね。鳥だったよね。あ、なんだなんだ。お前の作戦すべて見た。私が負けられない。私の作戦は水ポケモンを捕まえること。お前が手持ちに水ポケモンいたら捕めてやんぞ。惜しかった。自分の敗北は見えなかった。情けないね。どうしよっかな。本当にどうしよう。あっちはなんか知らない？上と下二つの道路。人間とポケモン、それぞれの道路だと思えば。これもありなのかもしれんの。そうだね。近接来ちゃった。近接ってワンチャン誰か配ってたりしないかな。話しかけてみよう、いろいろ。関係ない。おばあちゃんなんか知らない？おばあちゃんじゃない、マップ、それ。なんでそりゃ。おばあちゃん、なんか知らんかい。なになに？ここは普通のやつ、サイクリング。え、上行ける？上行けないよね。あ、行けるんだ、上。へえ。おじいちゃん、ばあちゃん。あ、くだらない話とも。あ、また上行ける。上何あんの？こんなところあるんだ。あれ？あ、なに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 ？はい！手を出してね、嫌です、嫌です、嫌です。誰がハゲの指示に従うね。ああ、手に持っちゃった。それじゃあ、それは今から、君のものだね。金の玉、ゲットだぜ！やだ、ハゲの金の玉？いや、よかったね。それおじさんの金のため、有効に活用してくれ。本当に大凶だわ。おじさんの金の玉だからね。ファッキュー。なんか本当ついてないわ。なんか知らないですか、お姉さん。え？お姉さんガビガビ？え？どうぞ。コンテストライブ方にも参加してみようかな。あ、前なんかびっくりした。だよね。ポケモンいっぱい出てくるけど、
なんかこれといった情報は手に入らないな。おお、サイホンかな。サイホンカーはメンテナンス中なんでしょう。金の玉か。なんか知らない？てめえポケモン好きか？まあまあね。はい。マジで好きか？ママグちゃん好きだし。愛してるって言えるか？ああ、これは、もう動画にしてるんだもんね。私に、マグマラスとウィンとどっちが好きなのって言われたら、抑えられないんだよね。めっちゃビられてんだけど。なんでもないよ。なんでもないから、そっち向かないで。こっち向かないで。こっち向かないで。なんでにやけてんの。どっちって答えても、これ、どういう答えしてもさ、どっちからもフルバッコにされるじゃん。いや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 、まあ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 ね。ミントもマグマラスも大好きですよ。どっちっていうのは聞かないで、私に。私に、マグマラスとミントどっちが好きなのは NG でお願いします。言ってきたら、ちょっと、私も含めてフルバッコにしましょう。マジで愛してるって言うか？はい。持ってけよ。なんポケじゃらし。なんでそりゃ。ありがとう。私はポケモンが好きさ。そっか。それがどうした？もう変なのやめてよ。心臓が今日一日中バクバクしてる。でも本当どうすればいいの、ポケモン。もう積んでんじゃん。これ今回さ、わかんなかったら、まあ、諦めてウィキ見よっとかなって思ってます。本当にわかんないんだもん。どうすればいいね。どうすればいいね。いや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 。本当にわからない。上同じだもんね。え、なに？え？これなんだろう？読めない。バトルサービス。やだ。やだだから普通にしちゃった。もう一回行ってみよう。カルスの時はご親切にさ、なんかさ、ポケモンくれたじゃん。優しくないね、今回の声。この人声かけたっけ？ああ、釣り人の大事なのは道具、トレンドと大事なのはもちろんポケモンとハトだな。ダメだ。今回厳しいよ。嬉しかった。パートの勝負で負けたのか？知りません。どうしよう。こうなると困っちゃう。あ、なに？すっげえ偶然。水タイプのポケモン。何も知らないでしょ？え？いや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 、あんたさ、前回戦ったじゃん。いや、もう結構です。だから、てか、出禁ったじゃん。なんで出てくんねん。もう、超最悪かも。よし、やった。またごまかしてる。ダメだろ、こいつ。あれ、そういえば、ここの街って西行ってないんだよね。マップを見るとね、下毛タウンってところがあるんだね。私行ってないわ、こっち方面。こっち行ったらワンチャンこう行けるかもしれない。下毛タウン行ってみましょう。水、ないよね、水辺。こっちからこっち、117番道路方面、行けたらいいな。水、本当に不要だったらいいんだけど。これで本当もう行けなかったら罪だよね。お、ここはもしかしてあれか。あ、ポケモンを育てるやつだね。いらないなぁ。いや、ジプトルとかを連れていくとか。いやぁ、それしたらなんかジプトルかわいそうだなぁ。そんなこと言ってられないか。なんかいないかな、水タイプ。お願いします、水タイプ。近づくなぁ。ここはいなかったね。ポケモンちゃんと育ててるか、私が確かめてあげますね。いやぁ、結構です。夜中に見て何がわかんねん。じゃあ行きましょう。惜しかった。結構時間かかっちゃった。ちゃんと育ってますね。言われなくても。素人でもわかると思うよ。もうちょっと行きましょう。今の鳴き声って、もしかして。消えたか。今のってマリル？マリルって水覚えるんじゃなかったっけ？もう一回ちょっと。気持ちあるよね。ほら。図鑑ナビで見てみよう。どっかにポケモンいるみた
いないじゃん。どこ？あー、この先。あ、これマリルじゃん。でも残念ながら、もう一回だね。え、あ、何の鳴き声これ。イルミーゼとかか。でもそれじゃない。あ、つぼみだ。めっちゃ光ってる。へえ。あー、やっと出てきたよ、もう。何分だったんだろう。15分ぐらいかかってんじゃないでしょうか。マリエルレベル13です。と言われても、ポケモン、みんな強いしな。ちょっとハブネック出してみるか。毒だけ出すって技なかったっけ？ないか、そんな技。マリエルゲットしたいけど、ほんと倒したら、ちょっと、それ許されないからね。ハブネック。嫌な音、ベノムショップ。独特のキマ。いやー、嫌な音ってどんなんだっけ。あー、これ防御下がっちゃうやつ。あんまり良くないやつ。毒だけないなー。どうしよう。もういきなりボール投げちゃうか。レベルの差もあるし。ワンチャンかけましょう。いけ！モンスターボール！今日は巻き舌が出なかった。お願いします。本当に頼む。じゃないとストーリーが進まないね。よし！ありがとう！空気の読めるマリルさん。ありがとうございます。これで水。波の量覚えなかったらどうしよう。すごく不安なんだけど。マリル、ゲットだぜ！ありがとうございます。やったー。マリル。まさかマリルなんか捕まる時が来ると思ってなかった。水タイプ、水フェアリーです。オッケー。じゃあ、下げタウンまで走っていきましょう。急げ急げ。下げタウンだよね、この先。あ、いい音楽。すごく好き。ストライク？ハブネーク？ジェプトルより少しずつレベル上がってきてるから頑張ってほしい。ハブネークにしましょう。ハブネーク強いし、ここで一旦預けてもまた、頑張ってついてきてくれると思う。マリルをついてきます。これでほんと波乗り覚えなかったらもう、私はどうすればいいんだ。罪なのかもしれない。ここでゲーム実況シリーズが終了してしまうという最悪な展開になってしまいますが、果たして波乗りは覚えるのでしょうか。頼みます。波乗りお願いします。覚えます。やった、覚えました。やった、ありがとう。ほんと空気の読める子大好き。さすが女の子ね。ほんとどっかのおじさんとか大違いだよね。ということで、お待たせしました。本日はこちらで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてツイッターの拡散もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。